おはようございます。それでは時間になりましたので、2017年6月11日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。あなたが今この場所に共にいてくださることを感謝いたします。始まります1週間、あなたが豊かに導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し、あなたを賛美することができますように、あなたのご臨在を心からありがとうございます。オンラインで集われておられる方々の上にも豊かにその祝福を流してくださいますように心からお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。勝利を得るために、白い馬に乗る者が出て行った。握られた弓は言葉の長寿のため、切先は狙いを定め引き絞られる。地の果てにまでその矢は届き、救いの御業が成し遂げられる。弓の引け矢を放て、刈り取りの時は始まった。弓の引け矢を放て、主の勝利が今表される。もちろん勝利の上に勝利を得るために、白い馬に乗る者が出て行った。握られた弓は言葉の成就のため、切先は狙いを定め引き絞られる。地の果てにまでその矢は届き、救いの御業が成し遂げられる。弓を引け矢を放て、刈り取りの時は始まった。弓を引け矢を放て、主の勝利が今表される。弓を引け矢
放て。弓を引け矢を放て、刈り取りの時は始まった。弓を引け矢を放て、主の勝利が今表される。アメージョ。花野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れ出した。この国のため積まれてきた祈りがつい聞き遂げられ、リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。神への愛を貫いて捧げられた命が、救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡真実に真実に主を礼拝し、この神の霊と一つになっていきなさいと言われます。また私の思いと一つとなっていきなさいと言われます。あなた方が喜ぶなら、私は賛に栄光を表し御業を成していこうと称されます。その前にあなた方自身が私の前に差し出し、あなた方が自身が喜ぶならば、さらにあなた方の思いをはるかに超えた私の栄光と御業をさらに表していくと主を伝えます。この神の前で真実でありなさいと言われます。この私に真に礼拝し、この私の言葉を求めていきなさいと言われます。それではもう一度主を褒めたたいてまいりましょう。どんなことも感謝します。どんなことも感謝します。あなたが共にいるから、時も賛美します。喜び歌います。たとえ嵐
しの中でもあなたの言葉がある。恐れは消え、あなたの愛で心は満たされる。たとえ荒野の中でもあなたの言葉がある。恐れは消え、あなたの愛で心は満たされる。心は満たされる。アーメン。感謝します。愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝します。この前半賛美の時はありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。主に期待して感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美の恵みの時を心から感謝いたします。それではここで、しばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わりお祈りする時をお持ちいたします。宗法の内側にお祈りの課題がありますので、覚えてお祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。感謝します。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り、お祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで、聖餐式の時をお持ちいたします。イエス様の血と御体に預かる聖餐式を伊沢清原誠牧師に導いていただきます。主イエスキリストの御名を称えます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に扱われる聖餐式の時を行いたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は聖餐に預かっておきたいと思います。またオンラインをされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐にお預かりください。
ご用のない方はぜひ次回から聖餐を用意されて共に聖餐に扱っていただきたいと思います。それではお祈りします。天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みを受けることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに与えください。オンラインをされている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架されたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みを受けることができるように聖霊から来る悔い改めを与えてください。この聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、お一人お一人主の前で悔い改めの時をお持ちしましょう。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼らに話題になった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。Thank you.
お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。新しく始まります1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この素晴らしい恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている100倍の祝福と勝利を共にていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、イエス様の皆を褒めたたえます。この献金の恵みの時を感謝いたします。あなたからいただいた日々の恵みの中から、今その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださり、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように豊かに導いてください。この時を感謝します。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。感謝します。それではここで、特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美は、主のしもべたちの皆さんにお願いいたします。おはようございます。今晩、今日の夜ですね、次点枠の発表があるということですので、今年の次点枠が4か5かちょっとわからないですけれども、下井たちも次点枠に入っているので、まあ、一緒に、皆さんと一緒に、白馬に行って神様を礼拝できれば嬉しいなと思っています。まあ、ぜひ入れるようになっていただければと思います。よろしくお願いします。で、仮にそうでなかったとしても、これから長崎で礼拝をし続けてですね、神様が心地でなされる素晴らしい計画を見ていきたいなと思ってますので、ぜひ一緒に神様を礼拝することをですね、し続けれればよろしいなと思っています。で、今日はその時賛美した、その時賛美した十字架の上からと、あなたの御前にという賛美をしたいと思います。個人的にすごく好きな歌なんで、どっちも D なんで続けて賛美をしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。十字架の
主の思いが流れる私たちを愛して命を捨てられた我が主我が主イエスよ我が主我が主イエスよ一つの振り地をして今この時代クリストソル最愛の雨今リバイバルが我が主我が主イエスよ我が主我が主イエスよ一つの感謝します。特別賛美をありがとうございます。
賛美を通してとも礼拝できれば感謝です。それでは、本日のメッセージ箇所をここで ご紹介したいと思います。本日のメッセージ箇所ですけれども、使徒の働きから3章1節から8節まで、新改訳聖書、新約聖書の、第3版をお持ちの方は200、第2版をお持ちの方は212ページになります。使徒行伝、新約聖書の使徒の働き3章1節から8節まで、司会者の方で拝読させていただきます。使徒の働き3章1節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。感謝します。本日はこの聖書箇所から、賛美の後に伊沢明誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。改めておはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの使徒行伝の3章のところから共に学んでいきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。新しいシーンを賛美したいんですけど、どうしてもちょっと時間がなくてですね、昨日も平戸の木月というところまでちょっと納骨式があって行ってきましたので、ちょっと時間がなくて練習できなかったんで、今日も支援111編ですけれども、まあトリプルワンということでいいんではないかということで、111編ですね、賛美をしたいと思います。それでは、お立ちになれる方はどうぞお立ちになってください。座ったままでも結構ですから、心から主を礼拝していただければと思います。大丈夫かな、大丈夫かな。はい、それではよろしくお願いします。